皆さんこんにちは。こんにちは。リングジャケットマイスター東縮小淀屋橋店の表現です、中丸です。本日淀屋橋店の、YouTube に関しましては、2021年秋冬の商品紹介をしていきたいなと思っておりまして、はい、皆さんはもう、この弊社の YouTube をご覧いただいて、もう見ていらっしゃるかなとは思うんですけど、今シーズンのテーマは、シンプル&ラグジュアリー、はい、いうテーマを掲げて商品のラインナップを、ご用意させていただいております。でその中でも、キーワードとなるカラーリングの色合いとして、はい、ベージュ&グレーというカラーリングがあるんですが、ひょうけさん、ベージュ&グレーと聞いて、はい、こう思い当たる節というか。そうですね、はい、結構ねスタッフ間でもいろいろよく話すんですけど、はい、ベージュ&グレーというその色のテーマというか、うん、そういったものってリングジャケットの普遍的なテーマと、はい、イメージっていうふうに結構社内でも話してまして、はい、まあ、それが今回、まあ、改めて、うん、シンプル&ラグジュアリーというテーマに沿った生地の、そうですね、はい、選定の時にこうやはりこうベージュとグレーの色というのが自然とこう選定が増えたっていうところもあって、はい、改めてこうテーマに設定したらしいですね、うん、はい、なので、まあ、今回その商品群を、少しでもご紹介できればなと思いまして、ね、はいはい、では早速ですが、中村さん、おすすめのでは、はい、ベージュ&グレーのスーツ、はい、いただいてよろしいでしょうか、はい、では中村から、スーツをいくつかご紹介させていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、私中村からおすすめさせていただきたい、まあ、ご紹介させていただきたいスーツとして、はい、2つ、挙げさせていただきました、はい、でそれぞれ、生地に関しては、ゼニア、イタリアの、エルメネジルドゼニアの生地を使った、スーツになります。で1着がグレージュのスーツと、もう1着がグレーに、ベージュのペンが入っている、生地、まあ、ちょっと詳しくは画像で貼っているとは思うんですが、どちらも先ほどご紹介させていただいた、ベージュ&グレーに、を想像させるカラーリングとなっておりまして、はい、こちらの、生地に関しては先ほどもご紹介させていただいたゼニア社の生地になるんですが、クインリッチミルミルクインリッチという、いわゆる15マイクロンの、糸を使った生地となっておりまして、非常にこう高ファインで柔らかいで、ラグジュアリーな生地な風合いがあるので、自分自身グレージュっていうカラーが非常に、好き、よく着るカラーになるんですけど、それをご紹介したいなと思って、持ってきました、はい、グレージュのスーツ使って表現さんどうですか、ね、いや僕も実は結構好き で、はい、で今年の4月頃に、はい、ロロピアーナ社のタスマニアンというバンチで、うん、グレージュ系のチェックのスーツをしたことあるんですけど、ね、はい、やっぱりその今まであまり着たことなかったんですけど、うん、こういう色って意外とこう着やすくて、そうですね、ニュアンスの色ってすごくこう都会にも馴染みますし、うん、個人的にも結構気になってた、はい、あ、本当ですか、生地です、はい、なんかこうよく対お客様でお話しさせていただいていて、うん、やっぱりネイビースーツってお持ちの方非常に多くて、こうセカンドカラーとしてグレーをご提案させていただくことが多かったりするんですけど、結構、まあ、チャコールグレー、ミディアムグレーをお選びされる方は多いんですけど、ライトグレーって少しこう懸念されている方が僕の中で少し多い気がして、ちょっと明るすぎるなと、そういった方にも少しこう渋いトーンのブラウンも入っておりますし、ライトグレーのニュアンスも入っているので、非常にこうナチュラルなカラーとしてお使いがしやすいなっていうところと、まあ、ネクタイシャツっていうところのコーディネートもそんなに色を縛られることないので、黒靴茶靴どちらでも合わせやすいっていうところから、グレージュは幅が非常に効いて、まあ、ネイビーグレーブラウン持ってるよと人に対してのセカンドのカラーとしてご紹介したい色、確かにね、そうですね、はい、まあ、色ももちろんなんですけど、生地も非常に柔らかいですし、ぜひ手に取って感じていただきたいなっていう部分はあるんですけど、まあ、本当見てきて伝わるっていうところもあると思うので、ぜひ店頭にいらした際はこれも、一つのポイントとして見ていただくと非常に嬉しいです。はい、はい、で2着目の、はい、こちらのチェックの、まあ、チェックにオーバーペンが入っているグレーンチェックのスーツにはなるんですが、うん、まあ、なんて言うんでしょう、個人的にも今季グレンチェックにブラウンのオーバーペンが入っているスーツ、これとはまた別なんですけど購入させていただいて、非常にワントーンのカラー
っていうのも非常に着やすいんですけど、うんうん、複数のこうオーバーペンが入っていて柄が主張があるものっていうのもなんか面白いなっていう風に感じていて、うんうん、実際に着用してもコーディネートしやすいですし、なんかこう遊び心ある雰囲気にもなるので、なんかね、タイドアップ以外にもこっちはなんかニットとかで合わせていただいてもかっこいいのかなと思っておりますね。そうですね、はい、結構伝統的なこのグレンチェックの柄に、うん、まあ、遊びすぎない色を足しているというか、まあ、少しそれがこうモダンに移りますし、うん、なんか我々日本人が何でしょう、こう街にこう着ていってもそんなにこうあのかけ離れたものではないというか、うん、はい、おっしゃる通りドレスダウンもしやすいかもしれないですね。で使ってる生地もゼニアの中でもトラベラーというラインで、なるほど、仕立てているので、非常にこうデイリーユースというか、うん、帽子合わせにも優れている生地になるので、なんかこう普段使いというか、うん、お仕事でガシッと着ていただいてもご安心いただけるような生地感にもなるので、その点もあのビジネスライクな趣があって、合わせ方によってはオフスタイルでも合わせていただけるのかなっていうところでおすすめさせていただいております。まあ、僕からのスーツは少しベージュ&グレーに寄ったスタイルの提案だったんですけど、はい、次はちょっとよりこうベージュ&グレーを感じていただける、ジャケットのご紹介をさせていただきますので、はい、少しひょうさん、はい、お願いいたします。かしこまりました、はい、ではジャケットのご紹介今からさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、それでは、早速、ベージュ&グレーのジャケットアイテムの紹介をさせていただきます、うん、はい、ではちょっとまずこちらの商品なんですけども、はい、まあ、今期の新型になるんですが、あの仕立てが非常に軽やかで、うん、まあ、裏地がもうほとんどついていない、シャツジャケットの仕立てでございまして、まあ、実際本当に店頭で見ていただくと非常に軽やかな、そうですね、まあ、カーディガンのような、うん、仕立てになっておりまして、採用している生地もあのロロピアーナ社のサンセットジャージという生地でして、まあ、非常にこうとろみのあるシルクカシミヤの生地ですね、うん、中村さんどうですか、これ触ってもらって。そうですね、シルクカシミヤの生地自体は、はい、2021春夏でも扱ってましたし、ね、はいはい、生地自体はこう、うんうん、非常に軽やかで柔らかい雰囲気があるんですけど、それをジャージーにしているっていうところから、またこのよりリラックス感が伝わる表情、そうですね、で毛足も少し長いので、こう雰囲気としては温かみのある雰囲気で非常に僕好きですね。あ、本当ですか、はい、実は僕もこれちょっとすごい身内ながらびっくりしたのが、うん、こういう生地感で、まあ、ジャケットを作る時って、うんうん、結構こう何でしょう、化繊がこうあえてこう入れたりとか、はいはいはい、多いですね、はい、ナイロンだったりとか、あとはこういうシャツジャケット、カーディガンのようなものって軽さを重視するがゆえに、まあ、高級な素材を使わなかったりするんですけど、うんうん、手前ミスながらさすが、まあ、リングジャケットというか、うんうん、むちゃくちゃいいし、ね、ウルカ、すいません、カシミヤシルクの、うん、ジャージー素材をふんだんにこの型紙に使っているっていうのがすごくいいなと思いまして、ね、うん、あとはね、もうさらに贅沢なのが同じ素材でパンツを組み下を使っておりまして、セットアップでも、そうなんですよ、もう本当にとろみのある素材のセットアップなので、うん、まあ、毎日着るもんじゃないとは思うんですけど、はい、まあ、本当にこうなんて言うんでしょう、お部屋でのお仕事が最近増えてる方も多いの で、はい、まあ、ノーネクタイでさらっと着れるセットアップスーツとしても、うん、この素材でご提案できているので、まあ、非常にこう、秋口から冬にかけて暖かくも過ごしていただけると思いますので、うん、これが一つの今期のトピックスなのかなと思いますね。それでは続きまして、はいはい、こちらのジャケットのご紹介をさせていただきます、はいはい、で今期の、206レーベルのジャケットの一つなんですが、うん、生地と色目が、まあ、今期を本当に体現するような色目になっておりまして、はい、まあ、こういった、グレーベースのキャメル100の生地にこういったベージュのペンが入っております、うん、で通常今、ね、中村さんが着てらっしゃるようなこうキャメルの生地っていうのは、うん、こういった防毛の生地もすごくいいんですが、まあ、こういった少しこう折りがしっかりと入って、うん、で機能感が抑えられている、ね、はい、生地感のキャメルになるので、まあ、非常にこう軽やかでありながらも、まあ、防毛の素材と比べると少しこう生地感が落ち着いて見えるというか、うん、より綺麗な印象になる、ジャケット地なのかなと思います。採用しているメーカーはピアツェンツァのキャメル100になるので、まあ、クオリティとしてもこう申し分のない生地になっているかと思いますね、うん、あとはまあ個人的に今回ちょっとジャケットいろいろ悩んだんですけど、うん、私はちょっとこれを購入させていただきまして、はい、まあ、非常にちょっとコーディネートも今後どうしようかなと、うん、悩ましいところであるんですが、基本的にはどのコーディネートにもまあハマるというか、料理しがいのある色に仕上がっているのかなと思いますね、はい、
まあ、ベージュ&グレー、本当にいろんなアイテムありますが、うん、まあ、こういったなんて言うんでしょう、同じジャケットでもお色素材、うん、仕立てでこう表情を変えていますので、うん、まあ、皆様のこうお好みだったりとか、うん、ライフスタイルに合ったお色目素材を選んでいただければなと思いますね、うん、はい、はい、では庄司さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今ベージュ&グレーを中心的にスーツとジャケットそれぞれ、ご紹介させていただいたんですが、はい、今シーズンまだまだおすすめのお品物がございまして、庄司さん先ほど、はい、まだご紹介したいものがあるという。そうなんですよ、はい、個人的にもまだまだ皆さんに、お見せしたいものがありますので、はいはい、もう少しお付き合いいただいてご覧いただけますか。はい、そうですね、はいはい、よろしくお願いします。それでは、ちょっと引き続きちょっとご紹介したいと入るんですが、はい、一応まあ、パッと見ていただいた通り先ほどと打って変わって英国の記事でちょっと今回、はい、まとめておりまして、こういった重ためのツイードと少しこう色が明るいんですが英国らしいフランネルの記事ですね、うん、どちらも まあ、目つきがしっかりとある少しこう重ための記事で、はい、ご紹介したいなと思ってます。はい、中村さんはどういったアイテムで、僕は引き続き、まあ、引き続きというか、うん、先ほどご紹介したものの中でも多かったイタリア記事の中でも少し厳選して持ちさせていただいて、はい、まあ、トピックスになる点としてはちょっとこう明るいトーン、っていう縛りで持ってきました。あ、なるほど、はい、ネイビースーツなんですけどよく見ると少しブルーの糸が入っていたりとか、比較的ジャケットの中でもライトウェイトですごく明るい雰囲気のジャケットを持ってきているので、ともにこう華やかな感じのイタリア生地らしい発色のもので、合わせております。で、庄司さん、英国もので、縛って持ってきていただいている理由として、ね、はい、ちょっとこう噂で聞いた話になるんですけど、はい、なんか記事解説いただければ。いや、そうですね、はい、ちょっとぜひご紹介したいんですけど、はい、リングジャケットでもこう毎期こうエクスクルーシブファブリックといって、はい、別注記事ってあるんですけど、うんうん、で今回その弊社ディレクターが完全別注した記事と、はい、柄調整をして、まあ、いわゆるこう別注に近い、はい、提案をしている記事と2つちょっと今回製品化されてまして、特にこのフォックスブラザーズのくくりでやっている中で、うん、ジャケットの方は、本来依頼していたあの色と違う仕上がりで上がってきたらしいんですよ。で、詳しいのことは他の動画でも結構触れられてるんですけど、はい、まあ、今回そういったたまたまこう間違えた色というか、はい、まあ、その色がこ うまくはまったということで、まあ、非常に個人的にもこうなんかこう惹かれるというか、うん、まあ、やはり、ね、冬場といえばツイード、うん、ツイードといえばフォックス、はい、でその中でもリングジャケットだけっていうのがなんかこういいなと思いまして、ちょっとこうオタク気質な見た目というか好みの選定にはなるんですけど、いいかなと思いまして、なんか僕の中ですごい庄司さんってこういうツイーディーなものとか、はいはい、柄をすごい着てるイメージがあって、はいはい、最近すごい落ち着いた感じの装いをされてるの で、ね、はいはい、なんかねこういうものもたまに庄司さんに着ていただきたいというか、いや、そうですね、着ているイメージが強くて、はい、本来こういうのもすごく好きだったんですけど、はい、最近の気分的にはもちろんこれも継続で好きなんですけど、はい、まあ、こういったなんて言うんでしょう、こうネイビーのシックな色、はい、で、うんうんうん、今回こちらのフォックスの方ももともとのそのストライプのこのピッチ幅的にも、はい、もちろんこう糸がこう入っているんですが、ピッチ幅を調節して中の糸をこう抜いているっていうところもあって、はい、よりこうワイドピッチの仕上がりになっているっていう、まあ、このあたり この色の出方だったりとか、ピッチ幅の調整によってすごくこうモダンに見えてるんで、うん、まあ、これも個人的に今好きなフォックスのこのモダンな感じっていうのもいいなと思いまして、ちょっとこう選ばせていただきました。はい、なかなかというか僕見たことないです、ね、そこまでのワイドピッチのストライプ見たこともないですし、うん、まあね、着たこともないので、はい、ね、入ってきてから試着したんですけど、すごいより立体的に見えるというか、あ、そうですね、はい、なんかこうやっぱり縦線の効果があるストライプのスーツとはまた違って雰囲気が、ね、うん、かなりクラシックな雰囲気なので、これも非常にいいですよね。そうですね、奥行きのある生地ですよね、うん、あとはね、その中村さんのお選びされた、はい、このイタリアのスープランドの記事も、はい、ぜひちょっとご紹介いただきたいなと、はい、ぜひ、はいはいはい、続きまして、中村からスーツとジャケットを、ご紹介させていただきたいなと思っております。で、先ほど少し触れたんですが、縛りとしてはワントーン明るい、スーツジャケットをご用意しまして、うん、でこっち側のスーツに関しては、生地がラニフィーチョコラットのウールのスーツ、でございます。
これも記事が出てると思うんですけど、単色のネイビーというよりかは黒糸であったりブルーの糸も入っているので、少しムラ感があって、通常のネイビースーツとはまた違う雰囲気で着ていただけるストライプのスーツでございます。で、右手側のチェックのジャケットが、生地がチェルッティのカシミヤを使った、ジャケットの少しこう華やかな、色味の、ジャケットで、エメラルドのペンがすごく効いている上品なジャケットになるんですが、ね、結構柄が華やかな感じではあるんですけど、かなり華やかな柄の2着やなと思いまして、すごいこう着てるとねテンション上がりそうですけども、うん、具体的なそのコーディネートって、はい、この2着でおすすめって何かあるんですか？あ、そうですね、まあいろんなこうコーディネートの考え方って皆さん一概にも持ってらっしゃると思うんですけど、僕個人的な意見として、コーディネートいつも組むときは結構こう靴を優先というか靴先行で、はいはいはい、考えている部分があって、こっちのスーツに関しては、まあ、僕ですとレースアップの靴、うんうん、まあ、茶靴も黒靴も共に合わせたいなっていうふうには思ってるんですけど、まずは縛りとして紐靴で、ああおすすめはもう合わせたいなというふうに思ってます。で、靴からつながるラインとしてレースアップなんで、おのずと、タイドアップになってくるかなというふうには思ってるんですが、はい、まあ、オーソドックスに白シャツに、ソリッド濃紺のタイとか、うん、でもう色数を使わずにもうザ・スーツスタイルっていうところを楽しみたいなっていうふうに思っていて、おすすめはその着こなしでございます、うんうん、で確かにかっこいいですね。そうですね、うん、で右手の、チェックジャケットに関しては、まあ、これはね一着で主役になる生地柄になるので、うん、華やかですもんね、はい、なんか合わせたいなと思うのは、まずは、ブラウンのローファーが先行してくるから。確かに、はい、で形としては、ね、さまざまローファーといってもくぐりはいろいろあるんですけど、まあ、ニットを合わせたスタイルもしたいので、うん、まあ、スウェードもしくは表側のブラウンのローファーが来るかなと思っております。確かに。で合わせるパンツはライトグレーで白 の, あのこういうタートルネックを合わせて、はい、全体的に品があるような装いを楽しんで、まあ、その他は全部無地になるので、うんうんうん、なんか柄が生きてきて色合いもベージュ&グレーじゃないですけ ど, なるほど非常に綺麗な軽快な感じで着ていただけるので、僕としてはおすすめは、それぞれで言うとこういった形ですね。あ、まあ、でも王道の合わせのようでこういった主役級のスーツやジャケットだとまた見え方も全然違うでしょう ね, そうですね。確かに結構表現さんもね、なんか傾向を見てるとあんまりニットのスタイルってされないじゃないですか。そうですね、うん、ザネクタイがやっぱり好きで、そうですよね、はい、で僕でしたら、はい、多分このジャケットだとグレンチェックがすごい好きなので、はい、まあ、この色目を生かしながら例えば、まあ、ブルーのボタンダウンシャツにあのレジメンタルのこの何でしょうブラウンベースのネクタイだったりとか で,、うん、でパンツがデニムだったりとか、 なるほど、はい、あとはコットンピケのパンツだったりで、うん、少しこうあの、まあ、IB テイストに寄せるじゃないですけど、まあ、そういった着こなしもなんか楽しそうだなと思ってまして、なんか勝手に妄想はしてましたね、はい、このスーツもねやっぱりまあ中村さんと被っちゃうんですけど、やっぱりこうね紐靴というか、そうですね、ね、その着方もいいなっていうのは本当に思うんですけど、うん、ただ何でしょう、こう映画とか、はい、あの海外の昔のそういう作品を見てると、はい、なんかブラックのスウェードの靴に、はい、なんかインナーを少しこう色気のあるそういうニットで合わせて、はい、うんうんうん、でノーネクタイであえてこうさらっと着てもいい生地なのかなっていうのがあって、だから両方いいなとか思いながら、スウェードのシングルモンクストラップ、あ、そう、まさにそうですね、はい、あ、なんかそういうのもかっこよさそうですよね。そうですね、今、2人で、はい、あの話した内容って、はい、あくまでも妄想で、そのコーディネートを合わせてご紹介するっていうところがまだ少し新作が入っていなくてできないというところもあるんですが、やっぱりこの何を合わせたい、何を僕なら合わせるっていう話をしてる時が多分一番ね、そうですね、テンションが上がるというか楽しいですね。まあ、皆様もあの一緒にご想像いただいて妄想いただくだけでも楽しんでいただけるのかなというところで、徐々にこう新作は入ってきますので、その際はこう店頭で一緒にこう皆様とあのご相談しながら、うん、あのご提案もさせていただければなというふうに思っております。まあ、
本日、はい、はい、そうですね、まあ、ちょっとね最後にこう余談のアイテムといいますか、うん、まあ、生地やコーディネートにフォーカスした話をちょっとしましたが、はいはい、今期、リングジャケット2021年秋冬、新プランドラグジュアリー、ベージュ&グレーというシーズンテーマにのっとって、はい、たくさんいいものがもう入荷しております、はい、まだまだありますもんね。まだまだあります、消化しきれないぐらいなので、はいはい、ぜひまた、ね、私表現中村含めユダヤ橋店ご来店いただければ、たくさん洋服の話もできるかなと思いますので、はいはい、ぜひ皆様のご来店お待ち申し上げております。ありがとうございました。ありがとうございました。